たてがみ達彦です。iPhone を使った知らなきゃ損する技を紹介する動画連載、今回は Yahoo 乗り換え案内を iPhone のカレンダーに同期させる方法を紹介したいと思います。はい、まず Yahoo 乗り換え案内のアイコンをタップして、はい、ここでまず出発地点をですね、中目黒としましょうか。で到着地点をこう渋谷にしてみます。そして検索をタップします。でするとこんな風に候補が出ますね。はい、一番上にあるやつをタップします。こんな画面になりますね。はい、発駅と着駅が出ていて、何線を使うか。でこれを、iOS 標準のカレンダーに連携させるんですけれども、この予定を共有というアイコンがありますので、これをタップします。これをタップします。するとこんな画面になるので、この中から iOS 標準カレンダーに登録というのをタップします。するとですね、カレンダーの予定登録画面と同じものが出てくるんですね。このメモのところをよく見るとですね、所要時間とかいくらかかるとかですね、何時何分に出て何時何分に到着するみたいな細かいことが出てくるんですね。はい、で、これを確認した上で追加をタップと、すると iOS 標準カレンダーに登録されましたというふうに出ますので、 OK を押して、でカレンダーをちょっと確認してみましょうか。はい、ここですね。はい、ここですね。はい、さっき連携させたやつがこの予定です。でこのすべてのメモを表示というのをタップすると、ね、こうさっき確認したね、所要時間とかいくらかかるとか、そういう情報が細かく出てきますね。はい、実はですね、出発点とか到達点というのは、駅以外にですね、住所とか現在地とかでも登録が可能なんですね。それで検索することができるので、ちょっとそういう方法をやってみましょう。でまず起動してですね、この出発のところで例えば現在地、これだと駅ですけど、この現在地というのがありますので、この現在地のアイコンをタップして現在地を指定します。でさらに例えば、これが例えばね、こう東急ハンズ渋谷店に行きたいと思ったら、こういうふうに、入力をすると。ちょっと検索してみましょう。こうですね。はい、一番上のやつをタップして詳細確認してみます。はい、で現在地から、電車中目黒から電車に乗って渋谷で降りて東急ハンズ渋谷店に到着しますよというのが分かるわけです。これを先ほどのようにですね、共有をしてあるので確認をしてみましょう。これですね、こんな風に、検索した結果が入っています。でここにですね、 URL というリンクがあるので、ここをタップするとですね、先ほどの検索情報とですね、細かなですね、徒歩のルートがあるので、それを確認してみます。こうですね、現在地から駅まで行って、駅から電車に乗って渋谷から東急ハンズ渋谷店までのルートを地図で、表示と、このリンクをタップしてみます。すると、あ、こうですね。はい、地図が出てですね、ルートが見えるようになりました。